はいどうも、柴田アートです。チャンネル登録者200人突破おめでとう、ブラボー。ネタが古い。今回の動画ですね、雑談動画になります。で、前回も実は100人突破した時に雑談動画上げてたんですけど、ちょっとあまりにも内容がなさすぎて聞けねえなと、自分でも聞いてて悲しくなったので、今回はちょっと一テーマ入れて喋ろうかなと思います。雑談テーマは絵の案件ボシャった話でございます。はい、なんのこっちゃってことなんですけど、実は今このね、あの背景で流れている絵のメイキングがあるんですけども、小さい家で、ちょっとオレンジとか、そういった色を使った絵を、油絵を描いておりますが、これですね、もともと描いた経緯が、友達からとある日連絡がありまして、知り合いのお菓子屋さんというか、お菓子を作ってる方がいらっしゃって、その人が新しい商品のパッケージイラストを、今、考えていると。本来なら、ちゃんとイラストレーターさんにお金払って依頼して書いてもらうんだけど、ちょうど、自分の友人に、こういう絵の仕事してるやつがいるぞと、ちょっと話振ってみようかなっていうことでお話いただいたんですよ。お話をいただいたのはいいものの、パッケージイラストっていうか、デザイン的な仕事をしたことがなくて、受けたことがなくて、全くの初挑戦だったんですね。とはいえ、こんなうまい話ないぞと。棚からぼた餅。これ合ってんのかな、今。こんなうまい話ないぞと。二つ返事で、やりますって言って受けたんですね。ところがですね、試行錯誤を繰り返し、友達からもいろいろ、これ入れた方がいいんじゃないとか、こうした方がいいよとかね。犬はこの研修にした方がいいよとか。なんかいろいろアイディアいただいて、アドバイスいただいて、で、こうやってみたんですけど、書いてる途中で自分でも思いました。これダメだなって。これダメだなって。もともとね、すごいおしゃれなお菓子のブランドで、他のお菓子の商品見てもすっごい、おしゃれだったり、綺麗だったりするパッケージイラストが使われているんですよ、そのブランドは。それに比較したとき、今自分が書いている絵、どうか。ゴミだなと。ゴミだなというか、ダメだなと。思いながらも一応完成させて、友達にその画像を送りました。送った段階で僕もダメなんだよ。これダメだと思うけどなって言って送ったんですけど、ダメでしたね。せっかく友達がこんないい話持ってきてくれたのに。デザイン力のなさ。ポシャりましたね。悲しいことあるんですね。やっぱ絵描きやってる、絵描きとか、イラストレーターさんもそうですけど、何かと経歴とか実績みたいなものって、すごく大事なんですよ。絵を買う人、購入側は、大体経歴実績を見て判断するっていうのが、多いんですね。なので、案件もらって、このパッケージ、この商品のパッケージイラスト、担当しました !2000 何年みたいな、書いたら、おってなるじゃないですか。おこんなんやってるんか、ええやん、この人ってなるじゃないですか。そんな大チャンスをね、逃してしまった。しょうがないですね。ちなみにね、その後、その案件自体は、他のイラストレーターさんにちゃんとご依頼を回して、で、完成したらしいです。で、完成品見たんですけど、めっちゃおしゃれでした。超かっけえっす。かわいいっす。いやー、負けですね。これマイナスの話するもんじゃないかもしれない。200人突破した時に。でもなんか雑談しなきゃなと思って、とりあえずこの話題してみました。絵描きの皆さんは、イラストレーターさんかな?こういう案件とか拾ってくるときに大体 SNS とか活用してみんな仕事拾ってきたりすると思うんですよ。リアルにね、つながりがない方は特にそうだと思います。僕もそうなんですね。別に、独学で始めてるので、美術的な知り合いとか、そういう方がいるわけじゃないので、そんな話は全く降ってこないわけです。なので、本当に今回の話っていうのは貴重で、とてもとてもレアな案件だったんですが、実力がね、実力不足でございます。友達が慰めてくれます。気を使ってくれます。なんかすまんな、みたいな。元気出せよ、みたいな。
悲しいですね。はい。で、てことでね、案件募集中です。いや、何の話？今の失敗談から言うことじゃないんですけど、案件募集中です。はい。ご依頼お待ちしております。ということでね、こんな話しかないのか。200人突破したのに、こんな話しかないのか。まあね、あれなんですよ。僕 YouTube 始めて200人突破とかって言ってますけど、遅いです。正直遅い。かなり地道派です。もっとこう、バーンって動画がバズって、視聴者ドーン伸びるってなったら、もうそれこそ、もうすぐ1000人とか行く人もいるんですよ。まあ、有名なっていうか、ちゃんと経歴ある画家先生たちとか、そういう方が YouTube 始めたらもうすぐ行っちゃうんですよ。1000、5000、1万とか。ね。に比べて僕、初めてどんぐらいだったかな？わかんないな。1年、2年ぐらい経ってるんですけど、まあ、動画も200本以上あっての200人です。地道ですね。世知辛いです、本当に。まあ、そんなこんなでね、こんな感じで、こんな感じの動画を100人突破したら出していくっていう、これ登録者にとって嬉しいのか、果たして、何の恩恵もない話なんですけど、まあ、たまに雑談やっていこうと思うので、まあ、ぜひね、見なくてもいいか。雑談に関しては見なくてもいいか。たまにね、メイキングとか、あとは、初心者向けの解説を、このチャンネルでは、投稿してますんで、ぜひね、見ていただいて、参考になるかな？参考にはならないか。じゃあ何の動画だ？自己満足の動画です。はい。まあそんな動画なんですけど、見ていただけたらありがたいです。ということでね、本当に雑談だね。これ何なんだろうね。わかんないです。はい。次回300人突破時にまた何か動画をあげます。次回はそうだな。まあ、少ないんですけど、動画に寄せられたコメントにちょっとこうリアクションするみたいな動画にしようかな。リアクション動画？いる？いらないか。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。See you! Bye!